お暑いところをわざわざここまでたどり着いていただきまして、ありがとうございます。熱射病のね、熱中症の危険も顧みず、宇田智子さんに会いたいと、これだけいらっしゃる。私から紹介するのなんですけれども、さっき那覇から着いた、宇田智子さん。すごく今日やりにくいんだそうです。本読んでお分かりのようにこのフロアは元職場なんですよね、はい、5年前までの、はい、で元同僚がたくさん来てくれているので何ですかね、親戚の前で自分の恋愛話をするぐらいの恥ずかしさですね。どの口が上か分からないですけどすごく気まずいです、ね、気まずいです、はい、まあ、なんか罰ゲームやられてるような そんな感じになるくらい、なので、まあ、なるべく、まあ、でも、まあ、大人ですからね、そこは、はい、開き直ってですね、はい、まあ、相当恥ずかしいことをこの本の中に、そうですか、いや、ね、ろくに計画性もなく、那覇で古本屋をやったっていう、はい、実にとんでもない人だなっていうふうに私は思いましたので、はい、これくらいのことをあからさまにできるんだったらもう何もこう恥ずかしいことはないんじゃないかと思います。そういう気がなくて思います。で90分ほどお付き合いいただければと思います。まあ皆さん宇田さんにお聞きになりたいこととかいろいろおありでしょうから、まあ、なるべく私の話はしてその皆さんからの質問を受けたいと思いますけれども、まあ、一応つくまのプリマー新書の10周年記念の本として、この本になりたい、これが出たことを記念しての、宇田さんの話を聞く会なので、まずこれはどういう本なのか、この本を読んできた方はどれくらいいらっしゃいますか。あ、もう9割方ですね。じゃあ、説明するまでもないけども、でも、まあ、ネットを通じて今見てる方もいらっしゃいますので、一応全世界の方にこの本がどういう本なのかを、はい、皆さんから説明していただけますか。はい、はい、この本が、ちくまプリマー新書という、ちくま書房さんの、新書の中でも若い人とか初心者向けの入門書のシリーズなんですけれども、まあ、こちらの編集の方からお話をいただいて、古本屋に限らず新刊書店とか古本屋といった本屋の仕事全般について、まあ、書いてくださいというお話で、はい、書き下ろした本です、うん、そのオファーを受けようと思った理由は何で、まあ、その前に那覇の市場で古本屋という本を沖縄のボーダーインクという出版社から出して、これを読んだことでちくまの方が声をかけてくださったんですけれども、まあ、その時は特に次に何をしようかということも決めていなかったの で、はい、でもう本屋の話はいいかなと思ってたんですけど、もういいかな、はい、そんな風に言ってくださったのと、はい、あと若い人向けっていうのがまた1冊目とはちょっと違うから違うことが書けるんじゃないかなと、はい、まあ、割と気楽に考えて引き受けてしまった。はい、まあ、私拝見してなんか空気が違いますね。空気ですか。はい、本一冊目の那覇の市場で古本屋の、はい、なんでしょう、行間から受ける感じと、はい、本屋になりたいとはちょっと違う感じがして、はい、那覇の市場では割とこうなんだろう、仕事ができる人だな的な感じがしたんですよ。その、非常にこうきちんきちんと書かれている感じがして、はい、で本屋になりたいは緩くなりましたね。なんかうららができてもう4年になりますが、はい、なんか4年間で、はい、しっかり島の人になったんだなっていう、こう緩やかな時間が流れてる感じがしますね。だから那覇の市場で古本屋の時はまだ緊張感があったのかもしれないけども、はい、すっかり馴染んだ感じがしますね。そ
そうですね、中野市場での方はこのジュンクロに行くときに書いた文章がいくつか入っていたりすると、はい、割と長い時間のことなんですけど、うん、はい、なのでそうですね、その書店で例えば那覇店に移動した後に沖縄の本のことを書いたりとか、黒船を始めたばっかりの時に地元の新聞にちょっと書いた SL とかも入っているので、うん、かなりリアルタイムでその時の変化みたいなものを書いてたんですよ、はい、なのであんまり余裕がなかったというか、うん、必死だったのかもしれないですけど、はい、こちらは一応それまで自分が経験してきたことを振り返って書くような感じだったので、うん、少しまあ落ち着いて書けたのかもしれないですが、うん、骨折の話とか、ね、あ、骨折は大変だ、大変だ本屋で足を折るって、はい、あんまり、あれはどういうふうにしておったんですか。年末に補助組合の位置、はい、沖縄で2ヶ月に1回位置をやってるんですけど、はい、で年末は大位置って言って、はい、1日がかりでみんなで本を理解する、うん、イベントがあって、はい、すごく張り切ってたんですよ、はい、たくさん仕入れ、たくさん売ろうと思って、うん、前日の夜に、まあ、自分で家の駐車場に一人でこう本を売る本を運んでたらバランスを崩して、はい、で、なんか足をパッチひねって捻挫したと思ったら骨折してたんですよ。骨折していた、はい、でも大市も行けないし、大晦日も正月もずっとこう、はい、バスが詰めて、相当その怪我の仕方としても、はい、間の抜けた、そうですね、なんか今一つドラマチックじゃないですよね、そのなんか落ちたとか、あ、そうですね、あるいは何かに当たったんじゃなくて、うん、一人で勝手にそう思ったんですよ深夜で呼んで泣いてやっぱり泣いてました。そうですね、なんでこういうことに古本にならなければ本これなんかおらなかったかなって後悔しました、その時は。で、一人で暮らしてらっしゃるわけだから、はい、それは一人で乗り越えなきゃいけないわけですよね。でもまあそういろいろ惨めなこととかまみたいなことがあるんですけど、はい、まあ、私が一人だから周りのお店の人も結構心配してくれるところがあって、まあ、自営業って大体夫婦でされてたり家族ぐるみのところが多いんですけど、はい、私が一人で座ってるとみんなちゃんとご飯食べてるのかって言って、うん、なんか食材をくれたり、はい、他の古本屋の人もいろいろ手を貸してくれるのはやっぱり私が一人だから、うん、なんかそれは逆に良かったのかなと思って。で、この本の中ではその骨折のエピソードも、はい、まあ、淡々と書かれているんだけども、ね、はい、よく考えると位置にも参加できないし、はい、それからお店もその間閉まなきゃいけないし、はい、っていうことは収入がないわけです、はい、今日もこうしている間をお店はうららは閉まってるわけですよね、はい、4日間休業にしてます。4日間休業ってことは4日間収入がないってことですからね、はい、収入投げるってここに来ていただいて相当なことだと思いますよ。そうですね、だから一人で本屋をやるってすごく大変なことなんだなって思いながらも、はい、でもすごく楽しそうに書かれているのがこの本のいいところですね。まあ、大変だけどやっぱり公園で東京に来て、まあ、まさか自分の元職場でイベントやることになると思わなかったんですけど、はい、まあ、そういう変なことがいろいろ起こるのは、うん、やっぱ本屋をやってるからこそなので、まあ、面白いことがあったらなるべく行きたいと思ってやってるんですけど、はい、うららは1.5 坪、1坪半ぐらい。この写真を見てもよく奥行きがわからないと思うんですけど、これずるいですよね。ずるいです。幅も奥行きも相当あるように見えるじゃないですか。そうですね、これまずこれまずもって左側は別のお店隣のお店ですよね、はい、でしかもこれ鏡かなんかが奥、あ、いえ、それはないです。奥も本棚があるんです。奥も本棚があるので月当たりに別に映ってるわけではない。そうです、はい、はい、で、まあ、実証にこれの半分ぐらいがお店で、はい、なおかつどっからが通路なんですか。ですね、本当の店はここに黒板があってここに柱があるんですけど、はい、この柱のところがシャッ
横にシャッターがあるんですよ、はい、なのでこの前の棚と私は完全にもう路上に路上なんです状態なんです。でこの柱までの中が左が 0.5 坪と右が1坪で 1.5 坪が一応正規な正規の家賃払ってる、はい、で外は全部ただ ですね、無断で使ってる、はいはい、すごいですよね。違法で使ってる場所を表紙の写真にしてしまうっていう、ボーダーインクも思い切ったことしたものですよね。まあでも沖縄ではというか、この市場中央通りではこれがもう普通で、お隣も同じラインまで出てるんですよ、ね、だからたまに警察が来て注意されることはあっても、まあ大体その時ちょっと引っ込めて、なくなったらすぐ、一応そういうことはするわけです。最近そういうことももうほとんどなくなってきて、なんか赤羽の路上でやってる飲み屋さんっていう感じですね。あまあ、ノリがそういう感じです。あまあ、丁寧な感じっていうか、はい、でこの、その、まあ、1.5 坪とここが2000坪。はい。やっぱり何から何まで違いますか？そうですね。同じ業種だと思えないことがあります。はい。なんか今まではもあの池袋店ではほぼ4階に常に一日中いたんですよ、はい、で4階だけだとまた200坪ぐらいなんですけど、そこを一日中もう隅から隅まで走り回って問い合わせを受けたりとか、はい、本を納品しに行ったりとかいろいろあったんですけど、今はもう走りたくても走るスペースがないすごい運動不足に。あずっと座ってることも初めてで、はい、今までまず座ることはなかったんですけど、まあ、古本は多分みんなそんなに走ったりしない、うん、だから新刊書店はすごく忙しいけど古本屋っていうのは、まあ、店に呼ぶとしてもだいぶ時間の流れ方はゆっくりだなと思ったり、あとはまあ新刊書店だと座ってれば、まあ、座ってればというか店にいればどんどん外から本が入ってきたんですけど、まあ、古本屋は自分から行かないと、あその位置に出かけたりとか、はい、お客さんの家に買い取りに行ったりしないと入ってこないし、だから本が入ってくるってこと自体はすごいことだったんだなと思ったり、はい、いろいろその今まで当たり前だったことが違っているようには、同じ本屋って言われるのに、はい、そうですね、まあ、特にこの池袋のジュンクロはあのスタッフの皆さんあの床に視線を落として駆け足で歩いてますもんね。床に視線。そう。で私なぜかなと思って、はい、あの中村文孝だったか三島明だったかを聞いたら、はい、それはその問い合わせを受けて棚に探しに行ったりしている途中で他のお客様から声をかけられないようにするために、はい、視線を合わせないように視線を合わせないように小走りになるんだよって言ってましたけども、そうです、確かにあんまり顔を上げてなかったかもしれません。で裏側にいるとあの誰か入ってこないかなみたいな感じで、まあ、そうですね、路上を見つめて、はい、随分違いますよね。そうですね。お客さんはどんな人が多いんですか？まあ、この店の向かい側に牧志公設市場っていう市場があって、そこがまあ沖縄ではかなり大きなっていうか、みんなが行く観光地なんですよ、はい、なので観光客がすごくたくさん通る場所なんです、うん、半分ぐらいは観光客 であと地元の方でももちろん市場に買い物に来る人はいるんですけど、うん、まあ、あんまり今若者が市場に来なくなっていて、はい、若い人はやっぱり郊外のショッピングセンターとか、うん、まあ、スーパーに行ってしまうので、うん、地元の方は結構年配の方が多いんですね、はい、まあ、肉とか魚をいつもの店に買いに行ったついでに本を買って帰るというような人が、うん、じゃ あの観光客の人って当然、まあ、あんまりリピーターではなくて、そうですね、まあ、たまになんか住んでるんじゃないかっていうぐらいしょっちゅう来てる人もいるんですけど、はい、大体はたまたま東京に入ってくるような人たちです。じゃあ半分の人は一度限りの、そうですね、はい、で半分の人は、まあ、しょっちゅう顔を合わせるみたいな感じ、はい、そうですね、うん、それは居心地としてはどう？まあ、やっぱりもう少しなんか地元の人が来てほしいなと思って、いつもいつも知らない人と会ってるの結構まあ疲れるというか、いろいろまた説明したり、なんでこんなこれ本でやってるんですか。やっぱり聞かれます、はい、うん、あとよく道を聞かれるんですよ、あ、はい、結構
時々面倒くさく国際通りどっちですかとか、はい、この辺で美味しい沖縄そば屋ありますかとか、うん、なんか観光案内所みたいに使われてることもあって、まあ、面白いけどもう少しなんか地元の人とこうゆっくり喋りたいなと思うことはあります。でまた沖縄の人は親切だからみんなよく教えてくれますよね。そうなんですよ。そのだからその感じでその、はい、なんか皆さんが座ってたら教えてくれるんだろうなっていうふうに思うんですね。だから逆に別のお店の人が私の店までお客さんを連れてきてくれることがたまにあって、うん、そのこの辺に本にありますかって聞かれたら、ああ知ってるから連れてってあげるよって自分の店を開けて来てくれる来てくれることも結構あります。その案内されてきた人がこの辺に本屋ありますかって聞いた本屋のイメージと裏側のイメージってどうなんでしょうね。かなり裏切ってるかもしれませんね。結構びっくりするでしょうね。純駆動に連れて行かれるかと思って行ったら行ってもおつぼの裏側だったっていう、ね、本屋なのかって思われそうですけど、私もあの、エルムっていう本屋さんが、はい、沖縄市にある小山にあるんですけど、はいはい、絵本の、はい、あそこに行くときにちょっとあそこ分かりにくいとこじゃないですか、住宅街が、はい、道が分からなくなってあのレンタカー止めてその花の手入れをしてるおじさんに聞いたら、はい、あのじゃあ一緒に車に乗ってあげるって言うんだけど、でそのじゃあエルム知ってるのかって聞くと、はい、そのおじさんもエルムはどこなのか知らないでも横に一緒に乗って探してあげるよって言われてなんて沖縄の人は親切なんだろうって思う。そうですね、とにかく気持ちがありますよね。あだそういう感じでその宇田さんもそれくらい親切だろうと思っていろいろ聞いてくるんでしょうね。そうでしょうね。なかなかそこまではしてあげられないと思うので。そういうその町の人とか町に来る人との関係みたいなのは、はいはい、池袋のここにいた時とは違いますか？はい、そうですね。池袋にいる時お客さんがどこから来たかっていうことはあまり意識したことがなかったんですよ。うん、まあ、その例えば客中って言ってお客さんから本の注文を受けると、まあ、住所とか書いてもらったりするときに、まあ、やっぱりなんか東横線とか西武線の人が多いんだなって思ったりしたことはあるんですけど、うん、なんかそれが例えば何でしょうね、で結構ここだったら遠くから来て旅行中に寄ってくれてるお客さんとかもいたと思うんですけど、うん、あんまりそういうこといちいち考えずに、まあ、聞かれた本をお渡しするのが仕事だと思ってたんですけど、うん、今自分の店にいるときはやっぱ常にこの人はここに住んでる人なのか、はい、外から来てるのかっていうことをなんとなくこう買う本とかを見たりして考えますし、はい、で沖縄の人だとしてもやっぱ那覇に住んでるっていうのと、まあ、北のやんばるっても車でも2時間ぐらいかかるところなんで、そこからわざわざ来てるのかっていうことも考えたり、はい、でさらにもう離島から本を買いに来るような人も、はい、その純駆動に2ヶ月に1回来るのが楽しみとかいう方もいたりするので、うん、同じ沖縄でもどこに住んでるかとか、で那覇の中でも例えば周囲だとちょっと離れてるだけだけどあんまり市場の方に来ない人が多かったりして、そうなんですか。何十年ぶりに市場に来たっていう話を周囲の人が何度も聞いたことがあるんですけど、はい、で逆にもうこの市場の裏に住んでるおじさんが毎日のように来たりとかなんかそのお客さんと店の距離みたいなものをすごく感じるようになりましたね。でそれによってやっぱ買う本もなんとなく違うというか、近所の人はまあ普通の小説とか文庫本とか買っても、例えば離島の人だったら自分の住んでる島の民族学の本を買っていったり、高額な本でも買われていたりするので、はい、なんか本屋との付き合い方も、うん、距離によって違うのかなっていうことも、そうですね、うん、会話、お客様との会話もあの沖縄だと結構ある。そうですね、まあ、他 の, その市場って相対売りっていう言葉があるんですけど、うん、その相手を見て、まあ、値引き交渉したりとか、はい、そのお客さんの顔が見える、うん、で売り手の方の顔が見えて、あのおばさんのところに肉を買おうみたいなことがあると思うんですけど、はい、それは多分本屋でも同じように、うん、お客さんも割に気軽にいろんなことを話しかけてきますし、うん、
私からはあんまり聞いたりはしないんですけど、うん、やっぱりなんか本を買うときって何かしらその本についてコメントしたい人って多いのかなと思って、うん、でもこういう大きい本だとなかなか全員いろいろ話すことはできないと思うんですけど、うん、私がこう一人座ってるとまあ暇そうだしっていう感じでなんかちょっとした本にまつわる話をしてくれたりすることも増えました。私生活を聞かれたりもああしますよ。どんなこと聞かれる？いやそれこそ結婚してんのとかどこに住んでんのとか、はい、どっから来たのとか、はい、それはまあ沖縄の人に限らず観光客でもそうなんですけど、はい、割となんか一人で店にいるっていうのは明けっ広げな状態だなと思って、なんか誰が来ても誰かもわからないけどちゃんと答えなきゃいけないし、はい、その辺はなかなかそれあれですね、このジンク堂で結婚してるんですかって聞いたら、ね、相当問題をあれですよね。私も店長がいたらちょっと訴えたい、うん、それが那覇の市場だと、まあ、それを許される雰囲気みたいな感じが、はい、そうですね。だなんかその流れる空気の違いみたいなことでもありますし、あとその、まあ前のあの膨大君の本を読んでても感じたんですけども、はい、本についての環境っていうか本に出版ってことについての環境が、はい、東京と沖縄ではなんか決定的に違うような感じがしますね。そうですね。でも、ま、この店に池袋県で働いてる時から私はそのこの店でしか売れないものがあったらいいのにっていうことをすごく考えてたんですよ、うん、でその池袋の歴史とか豊島区の歴史っていうような本のコーナーを作りたいと思って調べても、はい、なんかこう雑誌みたいなものガイド本とかとあと区が作ってて流通してないような本とか、うん、なかなかうまく集めることができなかったんですけど、沖縄はもう嫌っていうことで嫌って、はい、でもそれを本当に地元で植えるっていうのは今でもすごく一番面白いことだと思ってるんですよ。で最初那覇県に行けるときは、まあ、みんな沖縄の人本なんか読まないよっていろんな人から言われてて、ああそう、で出版社の人とか、はい、で地元の人にもこんな大きな店作って大丈夫なのって聞かれてたんですよ、はい、うん、でも、まあ、相手見たらすごくたくさんの人が来てくださって、まあ、今でも好調に営業してると思うんですけど、その中でもやっぱりこう沖縄本コーナーに対する、うん、なんていうか地元の人の期待度というか、はい、本当に毎日知らない本を聞かれ続けて、うん、で調べるともう何十年も前に個人が出したような本だったり、まあ、どこかの機関が出したような本だったりするんですけど、なんかそういうのを今探してる人がいるんだっていうことも、うん、なんていうか新鮮で、はい、なんか世界に何冊あるかわからないような本だけど、ここに来ればあるかもしれない人が出てきてくれたのかなとか、なんか売っててもすごく本当に必要とされてる本を売ってるような気持ち、これがあったみたいな感じのお客さんが、はいはい、なんか拝見すると結構混沌としてるんですよね。その本当にすごく混沌、書誌データみたいなのもしっかりしていなかったりとか、はい、そうなんか ISBN って本に固有の番号があっても、まあ、出版社によって数に限りがあるじゃないですか、はい、で使い尽くすとまた最初に戻って勝手に更新していくからそれいいのかな。本当は世界でISBN に対する本は1対1なはずなのに1対3ぐらいなんで電話して聞いても、あ、足りなくなったから買えましたね。でも両方流通してたりもするんですよ、はい、そうするとまたレジとかでこうなんか覚えたり、あとは結構ドル表記の本が未だに残ってるんですよ、復帰前の、うん、そういうものは奥付けにも何部か何千部と書いてあったり、復帰したのって72年でしょ、まだ在庫が残ってるで、まあ、その純駆動大きいからあるものは全部入れてくれっていうふうに言ったらそういうものもしれっと入ってきてたり、途中で価格が変わってるのに両方混在してたり、うん、なんかそういうのを聞いて追われて、うん、でもなんかそれでも出したかったんだなって思うと、
出版の知識とか、うん、まあ、常識がないとしても、うん、この島ではそうやってみんな作ってきたんだなって思うと、うん、なんか面白いような気がして、まあ、この本の後ろの方に、はい、自転車で通りがかったおじさんが、はい、自分で作った本を置いてって言って、うん、はい、で値段はって言っていくらでもいいみたいな、はい、で5冊にして20冊取ってやるかみたいな、はい、あのああいう感じのやり取りがやっぱりすごくいいなって、うん、あの本屋って商売の一番基本の形が、はい、この本に書かれてるなって思って羨ましくなりました。まあ現場にいるとそれはね大変な多いですけど、納品書書いたことないっていうから一緒に書いたりとか、生産もうまくいかないこともいろいろあったんですけど、でもまあ確かに原点ですよね。何も知らないけどとにかく作りたくて作って、たくさんの人に読んでもらいたいから、知らないけど本屋に飛び込むっていうのは、でしかもなんか奥付けにあの次の納品から自分の電話番号を書いちゃったんで、そうなんですよ。それもよくわからないんですけど、まあ何かあったんでしょうね、きっと。で、あのおじさんはもう最近は来ない。来ないんですよ。本当に心配で、本が売り切れたんだったらあるんですけど、何かあったのかなと思ったり。売れた分はもう生産は済んで。で、実はその10冊最後の分は払ってないまま。まだ払ってない。多分おじさんもそれも忘れてるんじゃないかなと思うんですけど。ちょっと心配ですね、はい、そういうなんか自分で作った本を持ってきて置いてみたいなことは、この池袋ではあまり経験のないことだったんですか。そうですね、まあ、あんまりやっぱり個人というよりはそれなりに出版社らしい体裁というか、うん、完全にその何でしょう、値段も書かれてないような冊子みたいなものを持ってくる人っていうのはほとんどいなかった気がしますね。やっぱりそれは本っていうものとか書店で扱ってくれる本っていうものに対する、はい、イメージとか自分なりの定義付けが、うん、その池袋に来る人と、はいはい、その那覇で自転車で通りがかる人とでは、はい、ちょっと違うってことなんでしょうね。そう思います。その地元の本屋にも、地元の新刊書店にも結構その地元の人が作った個人誌みたいなものが置いてあるんですけど、うん、まあ、そういうのを普段から見てれば、はい、あ、まあこういうものを本屋に置けるんだっていうのに多分自然に思うでしょうし、だから私は最初那覇店ができる前に、まあ、できる限り沖縄の本を集めたいと思って、はい、沖縄の新刊書店はいくつか回ったんですけど、うん、どこに行っても必ず見たことない本があって、さっきの店にはこれはなかったけどっていうものがいっぱいあるんですよ、うん、はい、だから最初はそれをいちいちメモしたり覚えようとしてたんですけど、途中でもこれは絶対無理だっていうことが分かったので、まあ開ければ多分向こうから来てくれるんじゃないかなと思って、まあ、実際本当に開けてからいろんな人が持ち込んできたりして、うんうん、本当に直接取引しているのっていうのがすごく多いと思います。うん、沖縄琉球の本っていうものの境界線が見えないっていうか、はい、もうどこまでも果てしなくありそうで全貌がつかみきれないっていうのがあります。そうですね。でしかも古本屋になってしまうと本当に線引きのしようがなくなるので、うん、まあ、新刊書店がもうこれは無理だと思ったら、まあ、その図書館か古本屋を探してくださいっていうふうに押し付けてたんですけど、はい、自分がなってしまうと押し付ける先がなくなってしまうので、なので、まあ、図書館にあるかもしれませんねとか、まあ、ごまかすんですけど、はい、でもそういう本でも本当にある日にポッと入ってきたりするようなこともあるので、はい、なんか古本になってからますます沖縄本って果てしなくなってきました。うん、この本屋になりたいを拝見してて、はい、うん、これってその本っていうものの定義をどんどん更新してくれるエッセイだなって思いましたね。そのなんか ISBN についてなきゃいけないとか、取り次ぎから下ろしてなきゃいけないとか、はい、いろんな凝り固まりがちな本のイメージどん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 崩してくれて、奥付けにおじさんが自分の電話番号書いてある本の、はい、それは本なんだっていう、はい、
すごく愉快な本ですね。まあ、でもそれは多分古本屋になってから初めて分かったこともいっぱいあると思います、うん、やっぱ新刊書店はなんだかんだ言ってもルールが最低限はあったんですけど、古本屋だと本当に何でもありだったので、うん、それはもう沖縄本だけにすごく相性がいいというか、うんうん、受け入れやすい、まあ、純クロにいるときはそのルールの壁に阻まれて入れられなかった本とかも結構あったんですけど、まあ、古本になるとそういうこともなくなりますし、何やってもいい、そうですね。なんかこの本のタイトルも古本の先輩にはなんで古本屋になりたいじゃないのかって怒られたんですよ。私それ思いもしてなかったんで、はい、あ、そう言われたら確かにそうですねって言ったんですけど、でも私の中ではもう古本屋とか新刊書店とかっていうことよりも本屋っていう、なんかどっちでもないものが一番まあ自由だし面白いなと思ったので、まあ、自然にこういうタイトルをつけたんですけど、実際あの新刊書店か古書店かっていうのは気にするのは業界の人だけで、はい、あの読者にとってはどちらも本は本だと思いますし、はい、実際にその古書店でも例えば自由価格本なんかは古書店でも売られているけど、はい、あれは実際はまだ所有権は1回しか移転していないから、はい、あの新刊本みたいなものですよね。だからあの、まあ、業界の勝手で古本屋と本新刊本屋を無理やり分ける必要ないんだなっていうのもこの本を読んでて思ったことですね。なんかまあそれもちっちゃい店だからこそできるのかなとはやっぱり思ってるんですよ。だから私の店は割と新刊を古本を混在して隣に並んでたりもするんですけど、うん、まあ、聞かれればこれはちょっと新刊なのでこの値段ですよとか、はい、これはこっちに値段書いてありますよっていうふうに説明できるんですけど、うん、まあ、こういう大きい店でそれをしてしまうと、うん、多分混乱も起こるでしょうし、あとはまあその再販性のこととかもちょっと書いたんですけど、うん、まあ、小さい店で取引する出版社が少なければ直接取引できても、うん、やっぱり大きい店はそれは難しいかなと思ったりするので、うん、なんかその辺を怒られるのがすごい怖かったんですけど、この本を出して再販性のこと書いたらやばいかもみたいな、はい、あ、それはあるでしょうね、はい、でもあの私も他の出版社の本でそういうことを書くときに、はい、あの長井君業界にいられなくなるよって忠告してくれてた方もいたりしましたし、ですけど、でも再販性のことで一個思ったのが、あの畠山さん、畠山忠っていう、あの、まあ、今回今ちょっと大変なことになってる栗田書店の昔役員でいらした方と話してて、その方は畠山さんはあの再販性に批判的な人なんですよ、取り次ぎの幹部であるにもかかわらず、はい、で彼が言うには再販性がなかったらその土地の収入に応じた値段がつけられる、例えば最低賃金法この間改正されましたけども、はい、東京と沖縄で100円以上違いますよ。沖縄は今700円くらいでしたっけ、はい、東京880円とかそのぐらいでしたっけ、で100円ぐらいです、相当開きがあるんですけども、はい、今の再販制だとその東京も沖縄も同じ値段なんだけども、はい、もしそれが収入スライド性の低下付けみたいなことができれば、はい、沖縄とか高知県とかその収入が低いところの人は本が安く買えて、高いところの人は、まあ、それなりの値段で買うみたいなことだってできるじゃないみたいなことは言われたので、その全国一律の値段っていうことが本当に平等なのかどうかにすごく考え方がいろいろだなっていうふうに、まあ、思ったりはしました、はい、そうですね。ただまあその本にも書いたんですけど、やっぱ沖縄に来ると送料ってすごく大きい問題なので、うん、はい、それが全国一律で本も、まあ、コストがかかっているはずなのに同じ値段で売れるっていうのは、うん、まあ、ありがたいことなんだなっていうことも向こうでは思ったんです、うんうん、他の商品だとかなりこっちで買うよりも高いものが多いので、うん、なんかスライドさせるとしても
やっぱり収入が低いところというのは地方ですよね、うん、結局流通のこととか考えるとあんまり変わらないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それは東京から運ぶ場合っていうことですね、はい、そうですね、そうですね、あと発売日が随分、はい、新刊書はそうなんですずれるんですね、はい、4日ぐらいずれますか、はい、かそれも私はこっちにいるとき全然考えたこともなかったんですけど、うん、で、まあ、那覇は4日なんですけど、さらに宮古島とか石垣島とかになると、まあ、プラス1日2日っていう風になってくるので、うん、なんか昔は月刊誌とかでも数ヶ月遅れで入ったっていう話もあるみたいで、うん、なんかこう東京にいるともう全世界が平らになったような、はい、発売日に全部出たり、うん、まあ、インターネットで何でも瞬時っていうふうに考えつけたんですけど、うん、向こうに行ってみるとなんか物を動かすっていうことは大変だなっていうことも思ったし、うん、今でも地方と東京の差っていうのはすごく大きいなっていうのも感じます、うん、この浦上春樹さんの1984の1、2と3とそれからあの田崎のはい、それぞれの発売日の違いがこれに書かれていて、はい、あ、同じ村上さんの本でも出版社の対応の仕方とか、はい、あのその本の対応の仕方によって、はい、まあ、同時に発売されたりすごく遅れたり、はい、様々なんだな。そうなんですよ。その1984は確か1、2巻は遅れたけど3巻は全国一斉発売で前倒し、はい、で出荷されたんですけど、うん、文春の新刊は同じようにいつも通り横浜遅れで、でも広告はその沖縄タイムと新報に発売日にダーンって出てて、右下にちっちゃく沖縄離島は遅れますみたいな書いてある。こんなこと書くならもう少し書かれたらどうかって思ったんですけど、まあしょうがないです、ね、でそれがテレビなんかでワイドショーなんかでしょ、発売日の朝にこんなイベントがありましたみたいなことがあって、でも沖縄に届くのは4日後だったりすると、はい、うん、それは寂しいかもしれない。お客様のテレビ見て今日見たけどどこにあるのっていうふうに言われて4日後ですって言うともうすごいがっかりされて、あ、まあでもみんなある程度は慣れてっていうのではやっぱりそうか、やっぱりそうか帰ってくるんですね。そうですね。そこはなんか、まあ、沖縄に限らずね、地方もう少し考えてくれてもいいなと思いますよね。もし沖縄じゃなかったら、はい、その小さな古本屋をやっていたことはあると思いますか。いや、それはもう全くなんか想像もできないですね。その、まあ、池袋に行ってそろそろどっかに移動してみてもいいかなって勝手に思い始めて、でその時にちょうど札幌店ができるっていう話があったんですよ、私はどっちかっていうと北に憧れてたんで、あ、まあ、札幌行きたいなと思ったんですけど、はい、でもすでにお神社が決まっていて、うん、でその次は那覇店だったんですよ、うん、でじゃあ那覇にしようっていうふうに言ったので、えらい違いじゃん北と南で、はい、それ極端な、まあ、でも札幌にもし行っていて、はい、で札幌で2年ぐらい行って、でじゃあ札幌で一坪半の広本屋やってたでしょうかね。まあ、やってたような気もするし、うん、やってなかった気もするんで全然もうよくわからないんですけど、まあ、北海道も割と地元本の出版は盛んな方ではあるんですね。ただやっぱり沖縄とはだいぶ違うなと思って、うん、まあ、実際にその札幌で働いてる人に話を聞くと、はい、まあ、結局外から来た人がすごく多い街なんで、うん、そんなに地元の歴史に興味があるわけではない、うん、はい、なんかまあ、アイヌの本なんかも関心を持つ人はかなり限られてるので、はい、普通の人というかみんなが買うのはなんか温泉と、うん、ラーメンと山だったか、なんかその3つしか売れないっていうふうに言ってたんですよ、はい、うん、やっぱ棚自体は結構大きく、その北海道でも京都の棚は作れたんですけど、うん、まあ、売り上げは多分沖縄本に比べるとそんなに多くないかな、うん、だったら札幌では古本屋さんはやってなかったかもしれない。まあ確かに北海道本の本屋っていうのはあんまりイメージができないかもしれないですね、はい、で沖縄だったからこそ
別に古本屋をやりたくてやったというよりは、うん、たまたまこの店の前に別の夫婦が古本屋やってたんですけど、うん、そこを辞めるっていうことを聞いて、うん、まあ、じゃあ後にやってみようと思いついただけなので、うん、札幌に行ったらそもそも古本屋をやろうっていう発想もなかったかもしれないですし、これ前の本屋さんがなくなるっていうことって、はい、その自分がやらなきゃみたいな、はい、義務感みたいなのはあったんですか？まあ、とにかくそれをネット、なんかツイッターか何かでパッと目に入ったときに、あ、これは私がやるんだって思ったんですけど、なんかそれが義務感なのか、うん、よくわからないんですけど、うん、でもそう思っている中には、うん、まあ、ちょっと会社を辞めて別のことをやりたいと思ってたっていうのもあるし、うん、まあ、なんとなく古本屋が自由そうで面白そうと思ってたこととか、あとはまあ市場の前だとそのいろんな人が来るのが面白いなと思って、うん、まあ、純九郎は少し那覇の中でも外れた場所というか、まあ、国際通りから歩いて5分ぐらいの沖江通りっていう通りにあるんですけど、うん、まあ、その通りはその頃あんまり人が歩いてなかったところなんですよ、うん、だから純九郎に来る人はみんな純九郎めがけて本を買いに来る人なんですけど、まあ、市場は逆に本をめがけてくる人なんかほとんどいなくて、うん、たまたま歩いてる人が入ってくれる場所だから、はい、なんかそういうオープンな場所で本屋をやってみたいっていう気持ちはちょっとあったので、まあ、すごくいい場所かもしれないのか、あとはまあ狭いのもその初心者向けなのかなあんまりこう広いと埋めるだけでも大変だし、まあ、管理もしきれないでしょうけど、うん、その狭さだったら一人でやるのにちょうどいいんじゃないかとか、なんかそういうことをまあ一瞬のうちになんかと思って、うん、やろう。はい。なんか少し前に去年11月だったかな、神楽坂にカモメブックスの本屋さんが来て、はい、それはオーライドっていう公益の専門の会社の人が始めたんですけど、それはそのお昼ご飯食べようと思って歩いてたらシャッターが閉まってて、はい、その文鳥堂っていうお店が閉店しましたって書かれていて、でそれを見た瞬間に、あ、この通りから本屋がなくなるのを自分が食い止めなきゃって思って、なんかその地下の中華屋さんに駆け下りてって、大家さんの電話番号教えてって言って、その大家さんにあそこを僕たち本屋やりたいって言ったんだ。そうなんですよ。でそれは全く何の本屋のノウハウもないけども、はい、町から本屋なくしちゃいけないっていうなんか義務感で思ったっていうふうに、はい、まあ、オーナーの柳下さんが言ってましたけども、はい、そこまでのあれではなかった。それは逆に前の店の人から後で言われたんですよ。私がやりたいって言った時に、はい、結構他の人からも引き合いがあったみたいなんですよ、ね。でもそれは例えばなんか瓶型の雑貨を売りたいとか、土産物を売りたいとか、T シャツ屋をやりたいとか、はい、でもその人はせっかく自分たちがここに本屋を作ったのに、土産物屋になったら面白くないから本屋をやる人に継いでほしいっていうふうに言われて、で私も初めて、ああそういうことだったのかって思ったんですけど、なんかそうやるまではあんまりそれは意識してなかったんですけど、まあ、前にやってた人たちは多分やる中でここに本屋あるのは面白いっていうことを感じてたんだと思います、うん、あ、なんかその文鳥堂の後で、まあ、カモメブックスになって、はい、そのオーナー柳さんのところにはやっぱりドラッグストアとか、はい、いろんなところがすでにもう予約をしてたんですね、不動産屋に、はい、だけどその大家さんはもともと戦後自分たちの本屋を始めた場所だから、はい、まあ、順番はあなたの方が後だけども、やっぱ本屋さんをやってくれるんだったらあなたに持ってきてそのオーナーに貸してくれることになったんですけども、はい、多分その伊田さんの前でやってた方も、はい、この通りから本屋がなくなるのは嫌だなと思ってたんですよね、はい、うん、でもなんかそういう意識しなかったけどなんかついてたって感じがしていいなって思いますけどね。本屋の計画性もでも普通はその古本屋を始めるには修行何年とかいうんですけども、
全くそれも考えずに、まあ、できるならもちろんしたかったんですけど、はい、まあ、時間がなかったというか、もう、はい、物件が決まってしまったので、はい、そんな修行している暇があったら開店準備をして早く開けないとそれこそ無収入だったので、はい、まあ、できるならやりたかったですね。ただなんかやらなくてもいいって言ったらあれなんですけど、うん、新刊書店にいたっていうことは自分の中で一つこう経験としてあるので、なんかそう新刊書店の人がやる古本屋っていうのでもいいかなと思ってたんですよ、はい、なんか神保町みたいなところで修行してるような人がやってるお店はたくさんあるんですけど、うん、まあ、新刊書店やめて古本屋やる人も最近は結構増えてますけど、うん、なんかそれならではのものの見方とかもあるかなと思って、うんうん、で例えば古本ってすごく利益率が高いんですよね、はい、まあ、新刊書店だと書店の利益は2割とかしかないんですけど、まあ、古本だとそうですね、物によるにしても多分2割からもう8割とか9割ぐらいある可能性がありますよね、うん、なので古本屋の人ってあんまり高い値で仕入れないっていうことを、はい、あの古本屋の人に言われて、うん、位置にいいものを出してもみんなかなり値付けが渋くて、はい、まあ、自分の思いが高い価格では落札されない、うん、でも私みたいに新刊書店にいた人から見れば、まあ、利益が3割でもそれはまあ多いって感じられるんだから、はい、それを強みにしてやればいいよって言われたんですよ。だ確かにその感覚を持っていると、はい、他の古本屋の人が躊躇する場面でも、うん、まあ、いけることもあるかな。それはでもなんかあの若干ねじ曲がっているというか、まあ、ちょっと騙されてるかもしれないですけど新刊書店の儲からなさに麻痺しているっていうのがすごくあると思うんですけど、でもあの例えば根付けの仕方とかっていうのは誰に習ったんですか、はい、まあ、結局いろんな人にいろいろ話を聞いて、で割と沖縄の古本屋の人はみんな親切に隠さず教えてくれたんですけど、まあ、結局どんな人でもよくわからなかったし、今でも人の店に行って値段見てなんでこの値段なのかなって思うことはよくあるんですけど、まあ、結局決まりはないんだってことが分かったというか、まあ、お客さんに聞かれた時に自分で説明できればいいのかなと思って。どういうふうにつけてらっしゃる、その値段は。まあ、一般書とかだと本当に自分の感覚というか、定価の感覚ぐらいとか、うん、早く売りたいものは安くとかしてるんですけど、沖縄本は、まあ、私にはまだ価値のわからないものがたくさんあるので、はい、まあ、やっぱネットで他の店の人の値付けを見たり、わ、うん、からないときはちょっと軽く聞いてみたり、こう入ったんですけど、はいはい、みんな親切に教えてくれる、まあ、その具体的な値段は言わないにしても、それはこういう本だよっていうふうに教えてくれたり、はい、まあ、結局まあ正解はないですよね、うん、お客さん買ってくれればまあそれでとりあえずいいので、まあ、多分安くつけすぎて損してるものもあるかもしれないし、高くつけすぎて売り逃してるものもあるかもしれないんですけど、でもだからって他の店の人がこれはこうしろって言えるようなものでうん、ないし、仕入れでもそれぞれ違っているので、はい、だから難しいんですけど、うん、この間あの京都のアスタリテ書房、はい、幻想文学とか、はい、生田耕作さんがよく行ってたんですけど、ね、そこ の, あの佐々木さんっていう店主が亡くなったんですけど、ね、はい、佐々木さんはほとんどネットをやらない人で、はい、で私は行くたびに値段がやっぱり異常に高いんですよ、その今の相場からするとね、はい、でもまあすごく雰囲気のいい、あれだしコレクションもすごかったので、まあ、ファンは多くてそれなりには売れてはいたけども、ね、はい、やっぱりあの行くたびにこれはやっぱりその自分で自信を持ってつけてても世の中の動きはあるから、はい、ここだけ突出して高いとなかなか売れないよなとかっていうふうには思ってます、はい、まあ、闘病のせいにこの間三沢さん亡くなってしまったんであるんですけども、だからこれ、ね、出版社が値段を決めてくれて取り次ぎが
その粗利も決めてくれる新刊書店と違って、はい、古本屋は何から何まで自分で決めなきゃいけないというところがすごいことだなって思いますね。でもそれがやっぱり一番面白いところですよね、うん、誰にも気兼ねもしなくていいし、まあ、新刊書店だとやっぱり業界の動向を伺ったりいろいろあると思うんですけど、まあ、小さい古本屋だったら多少おかしなことをしててもまあ見逃してもらえないと期待を込めて、その商売に関して失敗したなと思って泣いたこととかありますか？なんか在庫が多すぎてどうしていいか分かんなくて泣いたそれは途方に暮れてそうですね、そういうことはありますけど、そんなに、苦労して泣いたっていうことは今のところはないですね、はい、潰すのはどうなさってるんですか？本はですね、はい、私はそのまだ紙を捨てる場所に行ったことがなくて、はい、いらないものを他の古本屋の人にあげてます。あげてるんですか？他の人が捨ててくれることもあるし、はい、なんか100円とか10円とかで売ってくれることもあって、はい、まあ、大きい店だったら自分のところで100円均一とかで安く売れると思うんですけど、はい、そういう場所がないので、うん、大きい店の人にもう好きにしてくださいって言ってこうあげて、だから一番こう辛い作業はしたことがないんです。じゃあまだ廃棄物として捨てたことはまだない？ あまりひどいもの、粗大ごみ出したことはある、粗大ごみ、資源ごみ出したことはあるんですけど、それ状態がひどいもの、まあ、内容はちょっともう次の人にも回したくないなっていうのがちょっと、すごい私の本だったんですよ大事にとっ昔あの取り次ぎの返品倉庫を見学に行った時に、はい、その今取り次ぎの返品倉庫って書店から戻ってきたらそれがすぐもう断裁するような、はい、溶かすところに直結で行くこういうコンベヤがあるんですけど、はい、そこに偶然私の本がこう、ああって思いましたね。非常に悲しい気持ちになりましたけども、悲しいことはないですね。まあでもね、毎日たくさんの本がそうやって実は廃棄されて、はい、で廃棄することによって価値のある本に、はい、後世に残すのも古本屋の仕事じゃないですか、はいはい、その厳しさをちゃんと受け止めて生きてるのがすごいなと思いますね。受け止めてるんですかね。だって4年間続いたっていうのはそういうことですよね。まだ本当によくわからないことがたくさんあるので、なんか10年後ぐらいにそれを読んだらもうすごくつまらないんじゃないかなと自分で思ったんですけど古本屋さんに関する本とかってたくさん読みました？そんなには読んでないです。まあ、もちろんいくつか本当に参考にするために読んだ本もあるし、はい、あの文章が上手い人がすごく多いので単純にこう楽しみとして読んだものもあるんですけど、全然たくさん読んでないですね。役に立ったなって本もありますか？そうですね、役に立った、まあ、なんか将軍社さんが結構たくさん出されてますよね、はい、百人書院さんとか、はい、岡月の書院さんとかは、はい、まあ、すごく手の届かない世界やけど、はい、まあ、こういうのが古本屋ってもんだなと思って、はい、大事にしてます。でもあの仕事をする上で、はい、なんかハウツー的にこう、あ、これを読んだら明日から古本屋になれるみたいな便利な本はありました？何でしたっけ、ちょっと青森のりんご堂さんでしたっけ、はい、古本屋開業入門っていう本を最初に買って読んで、はい、これ割とマニュアルっぽい本だったので役に立ったんですけど、うん、あと女子の古本が、はい、ちょうど筑波文庫に入ったところだったんですよ、はい、岡崎さん、はいはい、でそれも読んで、あ、こんなにまあいろんな人たちがやってるんだったら、まあ、私もやってもいいかなっていうふうに、そういう意味ですごく励みになりました。4年間やってて、はい、あの、あ、これやってよかったなとか、これここが一番面白いんだなっていうのは何ですか？そうですね、やっぱ本屋って
すごくいろんな人が来る場所だっていうことを改めて思ったんですよ。周りはまあ鰹節屋さんとか漬物屋さんとか洋服屋さんとかで、ほとんど地元の方がやってるお店なんですけど、まあ、そこは割と常連のお客さんが多かったり、あとまあ、まあ、観光客でも、まあまあ、やってるお店の人も割と年配の方なので、うん、そこで買い物する観光客も割と年配の方が多いんですけど、まあ、本屋だと、まあ、若い人も来るし年配の方も来るし、まあ、子供も来たりして、なんか一番やっぱり人を選ばない場所なのかなと思って、何かしら引っかかるものがあったり、まあ、私の店は狭すぎるので全然引っかからない人もたくさんいるんですけど、まあ、とりあえず本っていうものに反応する人はたくさんいるんだなと思って、やっぱり本があることによってお客さんとちょっと話をしたりとか、うん、なんか食べ物屋さんでそんなに自分の打ち明け話みたいなことする人は少ないと思うんですよ。その例えば塩漬けのスクガラスとか買って私のおばあちゃんは実はみたいな話をする人はあんまりいなさそうなんですけど、まあ、本だと、特に沖縄の本だと、この本には私のおばあさんの体験が載ってますとか、あと自分の写真が載ってるとかいうことが結構言われたりするので、はい、なんか本がアルバムみたいにその人の何かを引き出して、うん、で目の前に私にこう話してくれるっていうことが結構あって、はい、なんか店にいること自体がフィールドワークをしているような感じがあるんですよ。それはなんか自分で物を書いていくときにもすごく役に立つっていうか力になるし、うん、ここにいて本を売ってるからそこを話が聞けたんだなって思うと、うん、なんか面白い仕事だなと思って、だから本の面白さももちろんあるんですけど、やっぱりそこで誰かが買うっていうことで、うん、本当に面白くなるというか、うん、前もその忘れられない沖縄の本とかありますかって聞かれたんですけど、まあ、本自体よりはやっぱり買ってくれたお客さんがその時こんなことを言ってたっていうことを思い出したりする方が多いんですよね。だからなんか大きい書店にいる時には一冊一冊の本に対してそんなに個人的な思いを持つことはなかったんですけど、今売れるたびに何かしらちょっとこういう人が買うんだなっていう風に顔がセットになって思い浮かべたりとか、それもなんか町の小さな本屋さんの役割かもしれないですよね。そうですね、なんかちっちゃい新刊書店さんとかだと、ね、常連のお客さんを追いかけて本を仕入れるとかいうのを聞いたことがあるんですけど、多分本当に日本全国でそういうことが起こるってなんだな、うんうん、この間の神戸の海文堂書店が一昨年に閉店して、でその海文堂書店に長く人文書を担当していた平野さんが海の本屋の話っていう本をお書きになって、はい、まあ、ある通信社に頼まれてそれを書評を書いたんですけど、はい、海文堂書店でもそういうお客さんと売り場の担当者の会話が日常的にやっぱりあったり、はい、でなんか笑っちゃったのレジでその今どこのレジなのピッてこう高額読み取りでポスレジじゃないですか、はい、海文堂はポスレジがなくて、でもちっちゃい子供があのママにここでピーしてもらおうねとかっていう、ピーはないからあのレジの担当者が口でピーって言ってたとか、まあ、そういうこととか、そのしょっちゅう遊びに来る子どものこととかね、それはやっぱり大きなターミナル駅の前の2000坪の書店ではなかなかそういう関係はなかったかもしれないけれども、町の本屋ってそういうことも含めて町の本屋の役割なんだなと思いますよね。もちろん大きい本屋も好きなんですけど、自分で本屋やるようになっても本屋は行きますか？
なんか余計に行くようになってしまいました。というか、まあ今までは働いてたので、はい、本屋に行くっていうか思わなくても行かざるを得なかったんですけど、今は行かなくていいのに行ってしまっていて、はい、やっぱりなんか自分が働いている時とはまた見方も変わってきたり、欠点が見えたりします。まあ、そういうこともあります。でも事情もなんとなく分かるので、じゃあこのリブロの池店の、リブロじゃない、ジュンクの池店のダメ出しとかしたくなりませんか。でもジュンクダもこういうお店なんですよ。スタイルなんですよ。どういうお店なの。そう、リブロは悲しいんですけど、ね、帰ってきてなかったとかですよね。さっき三省堂ジュンク行ってきたんですけど、でも沖縄も沖縄でやっぱりスピードの変化もありますし、ね、国際通りの書店の変化も、はい、そうですね、昔は国際通りに何軒も書店があったみたいで、はい、ちょっと世代が上の人に聞くといろんな思いを話してくれるんですけど、今はもう一軒宮脇書店が、まあ、数年前に戻ってきたような感じで、まあ、それ以外はもうちっちゃい本屋どんどん閉店してますね。なんかその出版社の人も割と古本屋に対しても前以上になんか積極的に関わっているような気がして、あの沖縄では昔から古本屋にも新刊を下ろすっていうことは割とあったんですよ、うんうん、その沖縄本の専門店が結構あったので、はい、その沖縄の出版社が沖縄の古本屋に直接納品するようなことがよくあったんですけど、最近はなんか前以上にそうやって販路を広げようっていう意識も高いように感じますし、はい、で書店だけじゃなくて道の駅とか観光施設とかにも本の購入があったりして、うん、すごくこう細かく営業をされてます、うん、なんかあの沖縄に限らず東北の出版社なんかでも、まあはい、地産地消型のキノコの図鑑とかね、あんまり他の町で売ってなかったりするんだけども、はい、東北のキノコの人だけ、はい、キノコ好きの人だけが買うみたいな、はい、あったりしますからね。沖縄の書店業界とか出版業界とかあるんですか。業界、まあ、出版社は沖縄出版本ネットワークっていうものを結成していて、はい、割と合同で会をやったり連携したりすることも多いんですけど、沖縄の書店は、まあ、チェーン店だとジュンク堂とリブロ、宮脇書店、熊沢書店ぐらいで、その辺と地元の書店ではそこまで交流がないですね、うんうん、で特に地元の書店は本当に今少なくなっているので、はい、だからまあそのチェーン店の店長同士とかが懇親会をやったりするのはあっても、はい、そんなにこうちっちゃい本屋の人と現場で、うん、現場の人が話すみたいな感じではあんまりないんですね。でもチェーン店の人たちは、はい、かつての伊田さんのように、はい、やっぱり他から転勤できた人が多い。そうですね、やっぱ店長とか社員とかそういう方が結構多いですね、はい、帰ってしまう人もたくさんいますし、その人たちで飲み会をしたりとかって、うん、まあ、そういうことも時々は、はい、今もそこに加わったりはしますか。そうですね、時々ですけど、はい、で自分も古本屋やろうと思うんだけどみたいな話、相談とかはないですか。まあ、言っていいかわかんないですけど、はい、あるんですよ、はい、そのまあ、ある新刊書店を辞めて、はい、まあ、古本屋かわからないけど、うん、本屋をやりたいというで、やりたいと思うって言われて、伊田さんはどう答えたんですか。なんか最初は、あ、そんな私みたいな人がまた現れてしまったら、そっちにも全部取られるなそれ男性です。女性女性で女性若い女性なので、あ、私より若いわとか、そうです、私より可愛いわとか、そうです、もう危ういなと思ってでもまあなんか私も割と親しいというか、よく知っている人なので、はい、うん、私を見てもこうはなるまいと思わなかったんだなっていうことが嬉しかったんですね、はい、反面教師とは思われなかったのか、うんうん、まあ、それともそう思ったけどあえてやるのかわからないですけど
でもまあそういう人が出てくるっていうのはすごくなんか面白いし、いいですね、はい、またこう変わっていきそうな感じが。じゃあ実現、あとこれ世界中に今オンエアされてるから、うん、あんまり言えないか、そこはね。本当はね、宣伝したいんですけど、はい、まだ前の会社にいるので、はい、あ、じゃあもしかしたら実現するという、実現可能性結構高い話。そうですね、もう場所も、まあ、実家を使ってお店をやるっていうことなので、ちょっと実現すると思います。ウルルとかするんでしょうか。沖縄書店にちょっと注目してもらったら、それはなんかなんですね、宇田さんがそういう存在になりつつあるんですよ、ね、沖縄の本屋の姉子みたいな感じ。いや、姉子です。もう少し若い。でもそのやっぱ憧れてそういうことやってみたいって思う人がいるわけですから。いや、まあ、私には関係ないと思います。私が勝手にこう大爆笑燃やしてるだけなので、彼女は彼女でやっていくと思いますけど。でもこの本屋になりたいを読むと、はい、やりたいなと思いますよね、こんなちまちました毎日を送るよりも本当に良さそうだなって。いや、ちまちました毎日ですけどね、すごく。いやいや、だってなんか一畳半、一坪半の店を不法占拠して 3坪で使い、いや、本当ちまちましたで、なんか本当こういう生活がしたいなって思う人がいるだろうなって思うんですけど、うん、まあ本当あちこちでみんなこう好きなことやってたら面白いなとは思うんですけど、その大きい本屋はなかなか今作れないと思うんですけど、なんか沖縄って本当に本屋のない地域も多いですし、はい、図書館がない町とか、うん、あと宮古島、石垣島ぐらいでももう書店が1軒しかないとか、図書館も県立図書館がなくなってしまったりしているので、うん、なんかそういうところにどんなに小さくても本のある場所があったら、うん、まあ、特に子どもたちの未来っていうのは変わるんじゃないかっていうのをちょっと最近思ったりしているので、少しでもなんかちっちゃい本屋があちこちにできたら、うん、やめて帰りたくなったことはないんですか。ないですね、うん、じゃとりあえずはオーバーになるまでここでやるさみたいな。それもなんか公設市場がもうすぐ建て替えなんですよ、うん、このもう築40年とかでいろいろ危ない場所も出てきていたり、まあ、耐震基準とかもあって、この2年ぐらいで多分計画本当に決まって、うん、まあ、すごく綺麗な市場ができると思うんですが、はい、その工事中は私の店自体も前が工事してると人通りも全然なくなるでしょうし、で新しいのができても、まあ、今みたい な、うん、なんか沖縄の市場っていう面白い雰囲気は多分なくなってしまうので、うん、その時に観光客が来なくなるんじゃないかって思うと、まあ立地自体ちょっと危うい気もするんですけど、うん、まあ、あんまり先のことは考えてないんですけど、まあなんとかなるさとか。そうですね。で、あれは坪屋の方とか、はい、なんか良さそうな物件はないんですか。坪屋はすごく石畳とか綺麗なんですけど、はい、家賃が高いんですよ、ね。あ、高いんですか。はい、まあ、憧れの街ではあるんですけど、うん、坪屋の入り口のところ骨董、はい、屋さん、はい、結構大きい骨董屋さんなんだっけな、はい、そこにいるときに行くの、はい、そうか、行きつけの、行きつけっていうことではないんですよ、まあ、行くたびには、はい、そうですね、うん、そこ家賃のこととかね、あるんで、まあ、そうですね、うん、でも、まあ、それを別として、はい、まあ、続ける限りは続けるっていう気持ちなんですね、はい、まあ、その一生やりますっていうことは言えないですけど、うん、まあ、今のままであれば、はい、今のは続けたいぐらいの、やめたいのは全然思ってないし、はい、思ったこともない、うん、なので、まあ、違う形でも、うん、
なんかそのこの2冊の本には、はい、危機的な状況のことって、まあ、骨折以外はあんまり書かれてないじゃないですか。そうですかね、うん、はい、でなんかやっぱり商売とかって山あり谷ありとかよく言ったりするじゃないですか、はい、であの時危なかったとか、はい、そのなんかもうちょっとで不渡り出しちゃうとかだったりとかよく経営者の人言ったりしますけど、はい、あんまりそういうことはなかった、まあ、あんまりこういうスケールの商売ではないので、はい、今のところそこまで、うん、お金のことで苦労っていうのは、うん、どうか お金以外でもそんなに危機的なことはなかった。そうですね。まあちょっと変なお客さんが来て困ったみたいなことはあるんですけど。ストーカー系。そういうのもありましたし、まあ、いろんな人が本当にいる場所なんで。はい、でもまあそれも周りにたくさん人がいつもいる状態だから、なんか本当にたまに外れた場所で一人でやってるお店とか怖くないのかなと思って、強盗とか入ったらどうするのかと思うんですけど、私は向かいのおじさんが出てきてくれたりするから、うん、まあでもこのお店は強盗は入らないじゃないですか、ね、あんまり強盗のリスクを犯しても、はい、たくさんの現金がここに、いや、たくさんの本があります。いや本を奪っていってくれるんだったらそんなあのすごい強盗がいたらいいなと思いますけども、あんまりお金がここになんかなってる感じじゃないですか、ね、コインケースぐらいしかない。いまだにレジはないんですか。ないんですよ。置きたいんですけどどうしても無理なんですよね、この場所だと。であれですか、エプロンのポケットがなんで、エプロンもなかなかいいエプロンがなくて、はい、結局もうショルダーバッグに財布を入れて、そっからなんかもうフリーマーケットみたいな。それで4年間続けてこられたっていうのがすごい、本当申し訳ないですよ。大学の先生とかに領収書書いてくださいって言われた時もなんか財布からお釣りとか出してる、はい、本当にこれこう領収書で通用するのかなって自分でも不安になります。上からカゴをゴム紐でこう、あれ、ね、いいですよ。まあでもレジのない本屋さんっていう、うん、いい、それもまたいい感じがしますね。本当だからずっと行商みたいな感じですね。うん、時間がだいぶあれなので、あの会長の皆さんに、あの宇田さんに質問を、東京で宇田さんに会って質問するできるのってあんまりないと思うので、あのこの機会に質問していただければと思います。自由に手を挙げてみたいな。そこが入るな。お話ありがとうございます。ちょっと行ったことがないので勝手なイメージなんですけど、古本屋さんの湿気は結構大敵だと思うんですけど、はい、あのオープンにしてると割と湿気がこう入ってくるんじゃないかなと思って、なんか対策とか、多分締め切っているよりはまだ空気の入れ替えがあるのでそこまでこもることはないんですけど、確かに夏になると本がもうしなしなしてくるんですよ。結構壁に貼ってるチラシとかポスターも本当にヨレヨレになってしまって、薄い本はもう倒れそうになったりで、まあ、お店によっては除湿器をつけてるところとかもあるんですけど、私はまあ扇風機で空気を回すくらいで、これはなんか、ね、除湿器を置いても無駄な感じですよね。意味ないんですよ。しなしなやつも結構売れたんです。まあ、 あの秋になるとまた乾くすいません。だって車のマフラーが錆びて落ちたっていう、そうなんです、ね、それもなんか沖縄では割とよくあることらしいんですけど、ある日こう坂道を登れなくなってどんどん減速していくからおかしいなと思ったらマフラーが折れてますね。車買うぐらい修理代がかかった。そうですね。他はご質問は。あ、はい。あ、これを失礼しました。ありがとうございます。宇田さんが、あの、古本屋新刊書店限らず、憧れる本屋さんというか、今、全国である本屋さんで、はい、憧れる本屋さん、好きな本屋さんでも教えてください。はい。沖縄の本屋でいうと、
ブックスジノンさんっていう二の湾にある古本屋さんで、うん、まあ、この本もその店長のアメックさんに読んでもらって、はい、一応いろいろチェックしてもらったんですけど、まあ、ジノンさんはなんか沖縄本のパラダイスっていうのをキャッチコピーしていて、うん、本当にすごいんですよ、うん、その品揃えが私はやっぱり狭いこともあって割とキャッチーな本ばっかり置いてるんですけど、はい、ジノンさんは大学の企業とか市町村誌とか、はい、めったに売れそうでないような新出版の本とか刺繍とかもしっかり揃えていて、もう大学の先生が必ずみんな行くような、だから私ももう少しなんか元気と面積があったらこういうお店ができたらいいな、元気元気があんまり元気があんまりないそう、アメクさんすごく元気なんですよ、はい、なんか割とその私みたいな若い古本屋にもバリバリいろんなことを教えてくれたりとか、うん、組合のいろんな事業作業とかも率先してやっていて、はい、アメクさんがいなくなったら沖縄古本屋もう終わりなんだって思うぐらいすごい元気なんですけど、はい、で、まあ、沖縄県外だと今パッと思い出したのはあの名古屋の千草小文館さん、うん、もうなんかやっぱ新刊書店なのにすごく歴史を感じるというか、はい、なんか壁に古いチラシとかいっぱい貼ってあったのが印象に残ってるんですよ、はい、で新刊書店って大体終わったイベントとかどんどん剥がして常に新しいもの貼ってると思うんですけど、壁にはなんかもう出てない刺繍のなんとか賞受賞っていうポップが貼ってあったりとか、うん、何十年も前の演劇のチラシとかがあって、はい、それが逆に手抜きじゃなくて、うん、もうその頃からずっとここでやってるんだっていうことをなんか感じさせたんですよね、うんうん、なんか棚ももちろん良かったんですけど、うん、なんかそういう普通の新刊書店にはない重みみたいなのがすごくあって憧れます、うん、そうですね、その古田さんがずっとコツコツと棚を作ってきた感じに、うん、書店をやってるだけじゃなくて、はい、映画の上映運動みたいなこととか、はい、その名古屋の若い人たちとの文化の拠点みたいな感じでお店を作ってるのが、うん、暮らしに働いてるんだなと思いますよね、うん、他ご質問ありますか？ありませんか？ありません？どんなことでも、あ、じゃあ、じゃあ、ここで。小さくてもとにかく始めてみることかな、まあ、今あるお店をどう続けるかっていうことはちょっとわからないんですけど、数をもっと増やすためにはなんか、まあ、新刊書店を始めるのはすごくハードルが高いことなんですけど、もっといろんなやり方が前よりは許されるようになってきているし、まあ、古本混ぜたりもできるので、まあ、それぞれの人はそれぞれの場所で好きな形でお店をやっていったら、まあ、今みたいな街の本屋さんっていうことはもうできないかもしれないですけど、また何か新しい本屋ができるのかなと思います、まあ、みんな宇田さんみたいにやればいいんだよね。そうなんですみんなうららになればいい。ここにだってうららはここに1000軒入るわけでしょ。ああそうです、ね、面積的に言うと、はい、1000軒のうららがあったら相当日本の本屋さん状況は変わりますよね。そうですね、まあ、純駆動がもう一軒できたようなね、純駆動一軒作るよりも1000軒のうららがある方が私は楽しいと思いますね。ということは1000人のうださんが気持ち悪いですでもなんか、ね、この本屋になりたいを読むと、まあ、結構簡単にできそうな。そうですよ、こんな丸気な人でもでかかったお金も純駆動で働いた退職金で作りましたみたいな感じで書かれてますよね。退職金だけではちょっと、あ、退職金だけではちょっと難しかったんです。退
退職金でもそんな、うん、ああまあでもあの真面目に働いてきたお金の貯金で、はい、借金もせずにできる、うん、無借金でできた、はい、まあ本当に小さい店だし、もともと本屋だったんで、本棚なんか元のままなんですよ。居抜きに近い、はい、まあ、それもあるんですけど、でもやろうと思えば、ね、お金をかけずにやることはいくらでもできるのかなと思います。じゃあ千人がともこって決して無理な話ではないと思いますね。募集してみたいですね、はい、他ご質問はありますか。 あと一人、はい、最後どなたか。本屋さんの棚を作るときどういうことを考えながら作られたんですか。はい、新刊書店におられた時から今旅行屋さんで何か仕入れのこととか、はい、思い描くことは違ってきているなとか、はい、そうですね。まあ、新刊書店でいうと特に今ジュンクロはすごくきっちりと棚がある本屋で、一冊一冊にこれはどの棚っていうジャンル付けをしていくので、最初にまずどの棚が一番いいかっていうことを考えてたんですよ。なので今ある棚がベースで、この本はその中のどこに入るかっていうことを考えていて、まあ、本当はその本からまた新しい棚作りをしないといけないっていうふうに上司には言われてましたけど、まあ、普段なかなかそういうことはできなかったので、今あるものにどうやってプラスしていくかっていうふうに考えてたんですけど、まあ、今は本当に狭い店なので、ジャンル分けも独立できないというか、緩やかにこの辺は歴史で、この辺は民族学で、美術でっていうような棚なんですね。なので一冊入ってきたら、これを生かすためにちょっと入れ替えてみようとか、その棚が決まったものがあるんじゃなくて、本に合わせてどんどん変えていくようになりました。特に買い取りとかで、ね、一人の人から本をたくさん買うと結構似たような本がいっぱい入ってきたりして、そうすると今まで私の店になかったジャンルが出現したりもするんですよ。そしたらやっぱそれを今ある棚の中でどこに入れようかとかっていう風に、入ってきた本によって棚がどんどん変わるようになって、まあ、それは店が小さいっていうこともあるし、まあ、古本っていうその一人の人から買い取っていきなりいっぱい入ってくるっていう違いもあるんですけど、だから、まあ、特に純駆動はなんか図書館の、あのなんとか分類法でしたっけ、うん、受信分類法みたいな気持ちでいつも枝分かれしてるジャンルのどこに入れるかっていうことを考えてたんですけど、今は全然そのジャンルが何かっていうことよりもどの辺に置いたら面白いかなっていうのが感覚とかで、うん、で棚を変えていくことが面白いと思うようになりました。はい、なんか、ね、自転車がなくなった話で、はい、その自転車がないと自分の家から本を手で持っていかなきゃいけない、はい、で本が売れたらその都度家から本を持ってきて埋めるんだけど、はい、重いから面倒くさいなっていう話が書かれていて、はい、ああいう感覚がやっぱりすごく楽しいなって、ね、本当にそういうレベルなんですよね。こう一冊売れたから一冊持ってくるっていう、その棚がちょっと倒れてきたからじゃあ明日この辺に入りそうでも4冊持ってくるは本当にちまちましてるんですけど、あのなんかビジネスって感じじゃないところがすごく、うん、あのいいなって思いますね、うん、あの飽きないって感じ、はい、商売小売業の基本があるなと思いますね、うん、これって何時まで なんでしょう9時まで実はタイムオーバーです。タイムオーバーしてるんですか。はい、じゃあ、あの、お疲れのことと思いますが、まあ、あの月曜日は B&B で、はい、下北沢の B&B でも、はい、トークショー、はい、内沼慎太郎とやりますので、はい、まだ多分残席があるはずですので、もしよかったらぜひそこでビールを飲みながら、また、田さんと内沼の話、内
内沼なんで呼び捨てなんですか。内沼さんとの話をまあ、楽しんでいただけたらと思います。大幅になんか時間を超過してしまいましたけれども、宇田智子さんでした。ありがとうございました。